夏休みの自由研究レベルなんですよ。でいうとものすごく下手くそな子が作ったやつ。ここにちょっとグッと入ってみてください。入ってみましょうか。おお、すごい。直人と竹道が握手するシーンです。実はあのシーンには玉巻さんの手が使われているんですね。私以外の方も出演していました。大変失礼いたしました。本当だよ、もうひどい話ですよ。スーツの手が私です。そうですね、あの手を握るシーンの直前、うんうん、あの土下座のようなこう格好をしているシーンありますよね。はい、公園で土下座しているというか、うん、そうそうそう、まあ、泣き崩れているところですね、うん、主人公の竹道が。で清水さんがこう顔を上げるっていう、うん、でその時影がね、うん、人物の影が清水さんの背中に落ちるんですよ。そう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 。であれは普通に考えたら人間の影じゃないですか、うん、でもあれ一回人間でやってみたら、うん、全部をこう覆っちゃうわけ。あんなこう都合よく背中に綺麗にこうちっちゃく入らないんですよ、うん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 、これどうしたもんかと思って、あれは私の拳です。私の拳の影をこうやって近づけてるっていうね。皆さんちょっと想像力を膨らまして見ていただきたいんですけど、でもあれは本当アニメ映像とかなりリンクしてましたよね。そうです ね。だから本当にその絵だからできることっていっぱいあるんだなと思って。いや思いましたね、うん、結構手の角度とか、うん、骨の構造を考えずにやっぱアニメーションとして描いてるじゃないですか、うん、アニメ版は。そうそう、だからやっぱり 3D3 次元でやるとこう手の角度もやっぱり普通に手を差し伸べるだけじゃなくてこうしなければ、そうそうそう、差し伸べてる風に見えないんですよね。いけないとかね、結構そういうのいっぱいあってね、うん、だからもう言ったらちょっといい、こうなってるから。ああ、なるほど、うん、あ、上に持ち上げる感じですね、うん、人間工学、うん、もう一回どうですか。もう一回止まってた。一緒に書いてる。どうでしょう、うん、こうなってる。あ、なるほど、うん、福島さんの前すごい、こう、あ、いい感じ。あとあの炎の中に飛び込んでいくようなシーンがありますでしょ、うん、ありましたね、うん、ちょっとこう一連で見てもらいましょうか。このシーンですね。これね、私最初よく分かってなかったんですよ、あのシーンがどういうシーンなのか。あれはなんかこう炎の中に落ちていくんですよね、うん、実際にあるシーンではないんですけど、うん、まあ例えとして炎の中に落ちていく。でも実写でこれ炎の中に落ちていくシーン撮ろうと思ったらこれも大変です。大変なのでこれはもう知恵を、私たちもまた知恵ばっかり絞ってるんですけど、金はないから知恵ばっかり絞ってるんだけど、あのカメラ横でそれまで撮ってたやつを縦にしてね、うんうんうん、で清水さんにはこう飛び込んでもらうというよりは後ろに倒れてもらうと。そうでした、うん、そうでした、こうね、ちょっと台の上に乗ってこう、そう、あれなんていうかこう画角で言うと、うん、向かって右手側から、うん、頭がキュッとこう出てきて、こう落ちていくような感じなんですよね。でそれは実際にやると大変なので清水さんが低いところから高いところに体を移動させる。こう台がここにあったんですよ。そうそうそう、そう、登ってヒュッて伸びて、で後ろに倒れていくという風にして撮って、こっちを伸ばして、最高や、最高や、あのこっちを下にして、おー、めっちゃいい、おー、来た、めちゃめちゃいい、ちょっと上げすぎかな。そうか、これを反るっていうか伸びるみたいな感じ、うん、で最後こう炎の中にこうワーンって落ちていくところはですね、あれはもう CG でやれば簡単なんだけど、そこもちょっとこう知恵を絞ってですね、あの後ろにねバーンってこう丸い光みたいなのがこうバーンって出るんですよ、はい、あれね、台所のガスコンロなんですよ。あ、そうなんですか。あのカメラの撮影を担当してくれた技術の松本くんっていうね、あの人がいるんですけど、この松本くんが住んでいるもうアパートのですねガスコンロを部屋真っ暗にしたやつを上から取ってカチャッとつけて、でバッてついたこの炎を合成してる。あ、
そうだったんですか。私そこ知らなかったです。知らなかったでしょ。ほら、いろんな人の苦労があるのよ。あの、ね、出演者の私も知らなかったですね。それは安アパートのガスコンロの火なんだよあれは。ちょっとそのメイキングをね作ったんですよ。松本君はもうあのシーンに思い入れが強いから。おお、見たいです。ちょっとそ 見ましょう。それはせっかくだから、ね、そう見せてあげ て、ね、どういう風に作られてるの。そうだったんだ。あれ完全に CG だと思ってました。でしょ。ちょっと見てください。そうでしょ。これがこれを付け加える。あ、これを重ねたってこと。白黒にして赤を足して、でちょっと明るめにしたやつを大きくするっていうのを重ねてるんですよ。すごい、全然気づかなかったです。アナログなことやってるでしょ。まさかガスコンロの日だった。そうですよ。あんなもん別に CG にしたって誰も文句言わないんだよ。バレないと思います。そう、でもそれをやりたいというね、うんうん、強い意志ですよ。やっぱり動画ご覧になった皆さんも CG だと思ってる部分もよく見たらそうじゃないっていうのが多いと思うんで、うん、ちゃんともう隅々まで見てほしいですよね。ただ1点だけね、はい、私はもう納得いってないところがあるんだけど、どこですか。最後ね、はい、手を2人、玉脇さんとこう清水さんがパッとこう握るシーン、うん、あそこで光がパッて出て、うん、ほんでコンテナのシーンに映るのかな、うん。あの時のね、このピカっていう光、あれだけね、申し訳ない、あれエフェクト使ってんのよ。いいですよ、そのくらい。あれもね、だからもうちょっと時間があればね、もう考えたのに。いや、考えたのよ。そのくらい誰も気づかないですよ。いやいや、そういう問題じゃないんだよ。自分との戦いだから、これは。もう、いや、もうやり方はね、後になって思いついた。ああ、そうすればよかったんだっていうのを。え、どういうのを思いついたんですか。ね、あれはね、よく見ると、なんか電気がビリビリってこう光って、感じなんですよ。光ってる感じだから、このビリビリの形に紙を、うん、薄い紙をね、和紙みたいなやつを切るんですよ。でそれを4つ作る、うん、でその先というか後ろにテグス、透明の糸をこう貼るわけ、うん、でこの紙を一旦ですね、こう丸い白いコップの中に入れるんですね、うん、ほうほう。でこれをゆっくり四方から引っ張る絵を上から撮る、うんうん。でこのゆっくりしたやつを先ほどと同じ原理でこうパンってスピーディーに拡大をする、うんうん、で早回しをする、うんうん、そうすると四方に光がバーって散ってるように見えるんですよ、うん、で、うんうんうん、これを今度は逆回しするの、うんうん、逆回しすると収縮するんですよ。下にこうシュッとこう消えていくでしょ、はい、でこれをつなげるんですよ。ほうほうほう。ファッて広がってスッてこう小さくなるっていうのをつなげる、うん。わかんないでしょ、意味。意味わかんないです、ね、私の頭の中ではできてんだよ、もう。でも時間がなかったのよ。うん、結構期限も迫ってましたね。そう、僕も本当時間なかったんですよ、うん。まあやっぱりね、こうみんながこう盛り上がってる時にちょっと見てほしかったですから、うんうん、悔しいね。いや、そんな悔しさがあったと思ってなかったです、もう。だから第2弾やりたいです、私は。本当ですか。辛いけど。第2弾。いや、もうだから、ね、この東京リベンジャーズはまあ、まあ、うまいこといきましたから一応、はい、いいのができたから、うんうん、次はだから呪術廻戦じゃない。おー、うん、攻めますね。呪術廻戦のオープニング結構難しいですよ。難しい。私はもう最近すごく頭を使ってますよ。だってバトルシーンとかもありますよ。あるそれこそ、あれ、あの東京リベンジャーズみたいに殴り合いじゃなくて、うん、バトルシーン、あれはもはや特撮ですね。うーん、うん、それもいや、わからない。でもちょっと体力的に持たないかもしれない。やらないと思う。いや、でもやることになったら全力で。その時はね。そうですね。やりたいなっていうふうには思ってますけどね。でもやっぱりこの東京リベンジャーズのオープニング再現動画を作ったことで結構反響があったじゃないですか、うんうん、社内からも社外からも、はい、で多分チームに加わってくれる人は少なからずいると思うんですよ。あとね、会社がちょっとお金出してくれるんじゃないかな。わかんないけど結構褒められましたもんね。そう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 、なんか評判いいらしいから会社の中では。うん、もうちょっとできんじゃないかなと今思ってるところですね、うん、ちょっと次も楽しみですね。そうですね。だもし次回そういうのが出たら、あ、今度は少し予算が増えたなというふうに思っていただけたらいいんじゃないかなと思います。という感じで、はい、まあ裏話をねしてまいりましたけども、ここまで見てる人どれぐらいいるんでしょうかね。かなりね長く喋りましたから、今日はもう本当17ライブみたいな気持ちでやってますから。はい。
いやでも、ね、改めて振り返って本当青春だったなって。あ、夏休みの思い出よね。そうそうそう、うん、もう学生時代の文化祭とか本当です。そういった気分を思い出しましたね。アナウンサーたちがこうみんな力を合わせて作ったんで、ああいう手作り感なんだという、うん、ことを皆さんにはちょっと認識していただいて、もう一回ちょっと見ていただけたら嬉しいなと。ただこの動画で見ても再生回数伸びませんので、うんうん、本家の方でそれはご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ行きますね。待ってる。はい、はい、じゃあ行きます。3秒前、2。はい、カット。はい、はい、素晴らしい。カット。オッケー。振り返る、振り返って、ああ、そうです。3秒前、2、1。はい、回しました。眉毛、はい、顔作って、顔を作ったままね。で、汗が合ってる、目は合ってる。もっとこう、口だけ柔らかいかな。ああ、はい、い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 いね、はい、いいです。じゃあ行きます。3、2、1。ここ、ここやって。お、オッケーです。表面これでいいですか？はい。じゃあ、どうぞ。はい、オッケー。お、完璧でした。じゃあ、行きます。どうぞ。絶対いけてる。絶対いけてる。もうちょっと口開き目で大丈夫。はい、行きます。はい、行きますね。3、2、1。もう一回行こうか。3、2、1。はい、はい。カメラ見てください。かっこいい、これ海に例えめちゃくちゃかっこいいですね。おー、この前、4、3、2、1。はい、OK です。あー、ありがとうございます。お疲れ様です。オーラップです。お疲れ様です。感想ありがとうございました。いや、結局4日間ぐらいですかね。4日間くらいにわたって撮影しましたけど、いやー、想像以上に大変でしたけど、何より楽しかった。自分が自分の大好きなキャラになれるのが面白かったですね。なんかもう私のその一人で何役もやるのももちろん見てほしいんですけど、画角とか照明とかこのスタッフ陣の努力もしっかりとこの映像に詰まってると思うので、そのあたりもぜひもう隅々まで見ていただきたいです。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。撤収。撤収。